2023年10月22日にウクライナ国防省が X 旧 Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずの済みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、
自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたってわけだな。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ BOX との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、
南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーテネを奪還し、その東側のベルベーブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベーブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーテネの南にあるノボプロコキフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベーブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコキフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベーブもノボプロコキフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞しているとみられているドネツク州南部から海軍歩兵4個旅団がアゾフ海のマリウポリや、ベルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルト 2A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルト 2A4 40両、レオパルト 2A6 21両、レオパルト 1A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1A1 エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の損害が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、
次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、強力な機甲部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機甲大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指していると見られ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であると見られているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態といえ、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに旅団規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストームZと呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、
その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T62 や T54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T90 の損失数が増えているのは配備されている T90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T72B3M と T90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシュ工場において T80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシュ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T90、T80、T72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか、近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。
実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。TOS-1 ブラチーノはロシア語では TOC-1 と表記され、これには刺激火力投射システムとの意味があるんだ。この TOS-1 は T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は500メートルから 3.5 キロメートルと短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル全幅 3.6 メートル全高 2.22 メートル重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度 60km を発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回は、
ロシア軍がウクライナ戦線に投入した新兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。サーモバリック爆薬弾とロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型にあたる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物であり、それを気化させることで粉塵爆発と強燃焼性のガス爆発による複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだよね。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要があり、そのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり、実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるんだ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず、信管のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているよ。このサーモバリック爆薬弾とロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク、アゼルバイジャン、シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていたが、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているが、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるぜ。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、オランダのオシントサイトであるオーリクシーによれば、ウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を露獲したとしているね。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、送輪式自走迫撃砲システムに S40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S31 ベイナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。
車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構 NATO 規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。榴弾砲としても運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には、7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているよ。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているね。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたぜ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のものでその荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるな。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているね。今月の初回納入バッチで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いみたいだな。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G-MARS ロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、DOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。